レオポルト・クーペル・ウィーザーは、オーストリアの画家である。宗教画や肖像画を描いた。ニーダー・エス・ター・ライヒ州のマルクト・トピースティングに生まれた。父親は、食器メーカーの共同経営者であった。美術の才能は幼い頃から知られ、彫刻家のザウナーに認められて12歳の時に、ウィーン美術アカデミーに入学した。1824年には、ローマを訪れ、 当時ローマで活動していたヨハンフリードリヒ、オーファーベックやナザレ派の画家たちから影響を受けた。パトロンであったロシア貴族、ベレージンが没した後、ビーンに戻り、肖像画家や版画の元への画家として知られた。シューベル書男と呼ばれるフランツ・シューベルトの友人仲間の一人で、1826年のクーペル・ビーザーの結婚式の時には、シューベルトが即興でワルツ曲を演奏した。 シューベルトはこの曲の楽譜を残さなかったが、後に、クーペルビーザーの娘などが演奏し、リヒャルト・シュトラウスが採譜したのが、クーペルビーザー・ワルツである。1837年に、ウィーン美術アカデミーの歴史画の教授になった。1850年に、フランツ・ヨーゼフ勲章を受勲し、貴族に除せられた。後年は、装飾画を描くことが多かった。ありがとうございます。